お元気ですか？吉川優です。ジュースジュースの高木さゆきです。アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、ライブ映像、活動の裏側をお届けするこのアップカミ、今回の MC は私たち2人なのですが、はい、まずはですね、最近の私たちの活動についてお話しさせていただきます。はい、私吉川優はソロで活動中です。5月の23日に初のデジタルシングル「ネオシュガーシュガーユー」を配信限定でリリースいたしました。この曲はですね、現在開催中の吉川優バンドライブツアー2018一連卓ショー「ネオシュガーシュガーユー」というツアーでも披露しております。ちなみにですね、最近の私は、はい、まあ、昔からなんですけども、うん、釣りが大好きで、よく釣りに行ったりとかしてて、はい、最近はバス釣りっていうのも始めたんですよ。ブラックバスをよく釣りに行ったりとかしてるんですけども、一応ねアイドルなので、はい、色白いのでちょっとそれを焼けないように日焼け止めを塗りながら、趣味を謳歌しております。私高木さゆきはジュースジュースで活動しています。ジュースジュースは現在ホールツアーの真っ最中で、各地いろんな場所を回らせていただいています。そして昨年行ったワールドツアーの映像を収めた DVD ジュースジュースライブアラウンド2017ワールドツアーも発売中です。そしてジュースジュースセカンドアルバムの発売が決定しました。8月1日にリリースいたします。ジュースジュースとしては3年ぶりのアルバムとなっておりまして、新メンバーが加入して7人になってからは初めてのアルバムですので、ぜひ皆さん聴いてください。ちなみに最近の私はですね、吉川さんもさっき言ってらしたんですけれども、日焼けが今年は結構気になるので、去年までは結構こうそのような気にせずに、どんどん焼いていこうみたいな感じだったんですけど、今年はちゃんとね、アイドルなので、しっかりいい日焼け止め塗って、諦めずにこうしっかり美白で頑張りたいと思います。という私たちですが、はい、以前ハロプロエッグという研修生時代にずっと、そうですね、一緒だった、一緒に活動して今ねジュースジュースで私はソロとして、活動しているわけなんですけども、こうしてなんかじっくり話すの久しぶりな、そうですね、里山のイベントだったりとか、こうハロープロジェクトみんなでいる時にあったりはするんですけど、ちゃんとじっくり話すことはあまりないので、今日すごいちょっと緊張しております。緊張してるんですけども、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、それでは、今回はまずこちらのテーマでお話ししてみましょう。テンションが上がるものということで、やっぱりね、どんな時もハイテンションが大事じゃないですか。はい、で、さゆきちゃんは私のイメージ、もうハロプロエッグ時代から、すごいテンション高いイメージが、本当ですか、おとなしくはない、決して、嬉しい、ですごいテンションが高い子だなと思ってたんですけど、なんかこれ食べるとこれ見るとテンション上がるっていうのなんかあります？なんかこう、ジュースジュースメンバーみんな、そうなんですけど、なんかライブの前とかに、こうかぼちゃのポタージュ、が会場にこう置いていただくことが多くって、かぼちゃのポタージュ、みんなかぼちゃのポタージュ見ると、あーかぼちゃあるって言って、すごくテンションが上がるので、今そう聞かれたらパッて浮かぶのは、かぼちゃのポタージュかなっていうふうに思います。わ、そこはジュースじゃないんですね。確かに私のイメージ、いや、ケータリングっていうのがね、ツアーであると思うんですけども、なんかそこはなんか彩り通りのジュースかなって置いてあるのも、すごいかぼちゃのポタージュテンション上がりますね。上がります。私も、ライブ前必ず食べるものって言ったら、自分にご褒美でフルーツを大量買いするんですよ。今さくらんぼだったり、いちごだったり、みかんだったりっていうのをライブ前必ず買って、それを食べてライブ頑張るぞっていう、すごいテンション上がりますよね。美味しいもの食べてテンション上がってライブに挑むというのが私たちのルーティーンでございます。それでは今回のアップカミスタートです。まずはアップカミオリジナルでお届けするハロープロジェクト20周年記念企画です。ハロープロジェクトメンバーと OG メンバーが複数回にわたって登場します。さまざまな思いを語っていきます。今回はこちらの映像をご覧ください。
井上玲です。2018年はハロープロジェクトの誕生から20周年のアニバーサリーです。このコーナーではハロープロジェクトの現役メンバー OG メンバーが様々な組み合わせで登場し、複数回にわたってスペシャルな座談会をお届けします。秋山真央です。よろしくお願いします。新垣梨沙です。よろしくお願いします。最後の週はハロープロジェクト20周年ということで、ハロープロジェクトにちなんだお題をここに用意しました。はい、オッケー。じゃあ私から引きたいと思います。はい、いきます。最も思い出深いハロープロジェクトの楽曲ということなんですけど、自分のグループじゃない楽曲にしたいと思うんですけど、私はキュートさんの世界一ハッピーな女の子です。そうなんだ。はい、ハロープロジェクトを好きになったきっかけに当たる曲なんですけど、私はナイスガールトレイニーで一番最初にハロープロジェクトの曲でカバーさせていただいた曲で、すごい曲調も大好きで、ミュージックビデオも何回も何回も見たんですけど、やっぱりこの曲から始まったんじゃないかなっていう思い出深い曲ですね。なるほど。私は後藤真希さんのガラスのパンプスです。ひなフェスの時に抽選で私は鈴木愛理さんと2人で歌うことになったんですけど、憧れの先輩と一緒にステージ立つ時ってもう本当に夢だなと思うし、すごい楽しかったなと思ってるので、このガラスのパンプスっていう曲はすごく思い出に残ってます。いいね。私もやっぱりハロープロジェクトってこう普段できないこと、なんか先輩と一緒にそれこそ2人で歌ったりとか、私は辻のぞみさんと一緒にラブ涙色を歌ったのかな、あれがすごい嬉しくて、なんかラブ涙色も私の中ではそのモーニング娘。に入る合宿の課題曲だったから、その曲をずっと合宿で歌って練習してた曲をちゃんとステージで、しかも先輩と大好きな先輩と歌えるっていうのはすごい思い出深かったかな。なんかハロープロジェクトじゃないとできないことだし、なかなかなんか面白い組み合わせで歌わせてもらったりとかするのがハロープロジェクトの良さだなとはすごい思うかな。じゃあこれにします。はい、はい、自分にとってハロープロジェクトとは、深いぞ。深いね。私は夢ですね。おお。ハロープロジェクトを知った時から、もうこんなアイドルになりたいってもうすごく思ったんですね。で、今ハロープロジェクトに入ってステージに立ってパフォーマンスしていて、なんかお客さんからも、お客さんに私たちが夢を与える、笑顔を与える存在だなと思うので、ハロープロジェクトとは夢かなって思います。いいですね。私も、なんだろう、憧れですかね。やっぱりいつまで経ってもやっぱりハロープロジェクトってなんか憧れだし、今ハロープロジェクトに入ってるけど、やっぱりもっともっと上に行きたいなっていう気持ち もう止まらないですし、なんかそのハロープロジェクト20周年っていう歴史の中に私がいるのもすごい嬉しくて、もうどんどん歴史を私たちも作っていけたらなって思います。いいですね。私はもう家族かな。大きい家族みたいな。大きいですね。ファンの方も含めて、なんか歴史がありすぎて、やっぱりで私とかはもうモーニング娘。も卒業して、ハロープロジェクトも卒業してもう7年以上経つけど、やっぱり未だにこうメンバーとか先輩に会うと、こう中澤裕子さんとかもずっと気にかけてくれてたりとか、やっぱりでどんどん新しいみんなみたいな後輩ができたりとか、でもどっかでちゃんとつながってて、20周年だからみんなでお祝いしたりとかっていうのでライブやったりとかするじゃん。だからそれができるのってなかなかね、グループ卒業しちゃうともうそこまでみたいな感じになっちゃうことが多いけど、
こうモーニング娘。だったりハロープロジェクトってそこがずっとつながってるから、そうだから今も現役でそうやってみんなみたいに頑張ってくれてる人がいる限り、ずっとみんな歴史のに関わった人はずっとつながっていられるから、本当大きい家族みたいだなって思うし、ファンの方もなんか誰々ちゃんがすごい最近元気なさそうなんですけど、ガキさんなんか言ってあげてくださいみたい な, なんかコメント来たりとかして親だねみたいな、親みたいだねと思いながら、すごい愛情を持ってなんかハロープロジェクトにこう接してくれてるっていうのも、すごいファンの方の特徴でもあるのかなって。ハロープロジェクトのすごい愛の詰まった言葉とかね、声援送ってくれるっていうのも、うん、はい、なかなかねないことだから、はい、うん、家族ですね、うん、拍手聞きます。はい、これにするか。3、10年後のハロープロジェクトを予想。おお、10年、ちょっと待って、10年が何歳、10年後もいると思う？ハロープロジェクトに。10年後私はいたいと思ってます。ねえ、でも全然まだまだいれるもんね、10年。私10年いたからね、モーニング娘。どうなってんだろうな、全然予想できない。誰かもうなんか OG のメンバーのさ、子供とかも入ってんじゃないか。あなんかもう大きくなってやりたいとかなってさ、アイドルになりたいみたいになってさ、頼ってほしい、ね、親子で歌ってたりとかするかもしれない。あ、見たい見たいです。見たいね、それね、めっちゃ見たいです。でもきっと10年後もなんか今みたいに、まずなんか30年だったねみたいな感じでポヨーンってみんな集まってとかやってそうだよね、意外と。やってそうです、うん、今思うと10年かとか思うけど、長いな、ここから10年とか思うけど、うん、意外とすぐ来そう。あ、そうですね、あ、来そう。なんか30年経っちゃったね、ははみたいななんか良かったね、ははみたいな感じで、でまた新しい子たちも増えてて、うん、もうみんなも全然超先輩になってるよ、10年後は。そうそうできない、お世話いっぱいしなきゃいけないなって感じじゃない。そうですね、ね。でも後輩とかって私まだもう全然先輩になれ、うん、みたいなのしてなくて、うん、もうなんかどう接していいか分からずに、うん、もう全然敬語使ってなんとかなんですかって普通に喋っちゃうので、うん、やっぱり自分がすごい先輩になるっていうことがまだまだ想像できないなって思うので、ちょっとずつでも慣れていけたらなと思います。そうだね、いっぱい後輩もできて、あの、私はですね、うん、10年後のハロープロジェクトはですね、うん、なんかもっと大きな存在になってるんじゃないかなと思うんですけど、うん、今もハロープロジェクトって結構大きなものだと思うんですけど、うん、もっと大きなあのアイドルかなと思うので、うん、10年後はきっと変わってるよ、いろいろなことが、うん、ね。そうですね、うん、頑張って活動していきたいと思います、はい、ね。2018年でハロープロジェクトは20周年ということで、これからもどんどん盛り上げていきたいと思います、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。というわけで数回にわたってこの3人のメンバーにはグループ在籍時に、最年少のメンバーというテーマでいろんなお話をお届けしてきましたが、今回は今年がハロープロジェクト20周年なので、ハロープロジェクトについての座談会でした。メンバーはモーニング娘。OG の新垣梨沙さん、こぶしファクトリーの井上玲ちゃん、椿ファクトリーの秋山真央ちゃんという3名でしたが、はい、なんかすごく面白かったですね。ねえ、うん、なんか奥が深いですね。ですね、ハロープロ愛がひしひしと伝わってきたんですけれども、はい、うん、なんか思い出の曲とかある？私はあのハロープロエッグに加入して、うん、一番最初にこうなんですかね、こう披露させていただいた楽曲が、うん、ロマンマイディアボーイなんですけど、はいはいはい、あの当時私は全然踊りとかもどうやって覚えたらいいかも分からず、うん、こう結構あの曲ってなんですかね、大人数だしみんなこういろんな動きしてるから、うん、これ誰覚えたらいいんだろうっていうのも分からなくって、あの初めてのリハーサルの時にあの感想の部分までしかあの覚えていかなかったんですよ。感想は覚えていかないで行っちゃって、うんうん、そしたらすごくこうその当時のこうダンスの先生だった牧先生、三橋牧先生だとか、はい、マネージャーさんとかにすっごくあのこうなんですかね、怒られて、はい、あのそうですね、なのであのその時はあどうしようっていう感じだったんですけど、それがこうすごくいい経験になったなっていうふうに思うので、
その曲が私の思い出の曲かなと思います。吉川さんの、吉川さんはどうですか？私ですか？はい、もうオーディション受けた時の曲かな、なんかもう何曲か歌わせていただいたりとかして、はい、あの本当いろいろありすぎた、もうふるさとかな、でもふるさと、ふるさととかなんか思い出しますね。愛のバカ野郎とかも、うん、後藤さんの愛のバカ野郎とかも歌わせていただいてて、はい、それ聞くとなんかあの辛かった日々が、ね、辛かった日々ちょっとあのオーディションのちょっと悔しかった思い出が、うん、あのフラッシュバックします。フラッシュバック、はい、まあ、そんな感じでなんかこうファンの皆さんにもきっといろんな思い出の曲とかあるんじゃないかなというふうにも思います。ね、ハロープロジェクト20周年記念企画、次回もどうぞお楽しみに。続いては吉川優の映像をご覧ください。ネオシュガーシュガー優、
吉川優透明版バンドツアー横浜初日ただいま終了いたしました。ありがとうございます。というわけで、5月11日でデビュー8年目をソロデビュー8年目を迎えたんですけども、初めてあのバンドで、ツアーを開催させていただきました。ちょっとバンドさん率いてツアー回るということですごい緊張してたんですけども、皆さんのあったかい声に、応援されて癒されて、楽しくライブをすることができました。というわけで、今回はですね新曲の方も初披露させていただきました。5月の23日に配信された配信限定シングルネオシュガーシュガーユーを初披露したわけなんですけれども、この曲はですねザ・夏曲になっています。まあ、前作に引き続きアカシックさん、バンドのアカシックさんに曲を作っていただき、今回は、まあ、26歳の挑戦、8年目ということの挑戦というものを含めまして、制作段階から自分で制作打ち合わせに参加していろいろこういう曲がいいだったりこんな風にしたいっていうのを話し合いながら出来上がった、そんな一曲になっております。夏フェスとかでみんなで盛り上がれるイメージがつく、そんな新曲になっておりますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。日本だけではなく世界200国以上の国と地域で配信されるので、ぜひ皆さん聴いていただけたら嬉しいです。たくさん聴いてください。以上、吉川優でした。バイバイ。5月20日に FAD 横浜で行われた公演からネオシュガーシュガーユーをご覧いただきました、うん、というわけで、初めて私ネット配信シングル初めてなんですよ。あ、そうなんですね。そうなので、あの、まあ、26歳という意味も、込めてですね、まあ、先ほども言った通り制作段階から、はい、あの参加させていただいて、うん、なんか制作段階から参加するって私ソロデビューして8年目だけど、うんうん、本当に今までそういう経験がなくて、うんうん、でどんな曲が歌いたいかっていう風に言われた時に、はい、固まっちゃったの最初。うん、そうですよね。だって今まで私アイドルしか、ハロープロジェクトしか聴かなかったから、なんかどんな曲って言われるとすごい難しいなと思ったんですけど、まあ、最近よくジムであのよく聴いてるテンションが上がる曲を何曲か上げてって、うん、まあ、最終的にはザ・夏フェスで盛り上がれるようなそんな一曲にしようっていう話にまとまって出来上がった曲が今回のネオシュガーシュガーユーという曲なんですけれども、うん、はい、ぜひ今年の暑い夏一緒にこの曲であのみんなで一緒に走り切れたらいいななんて、そんな一曲になればいいななんて思っておりますので、ぜひ皆さん聴いてください。よろしくお願いします。ネオシュガーシュガーユーは絶賛配信リリース中です。現在行っているツアーもですね、すごく重要な楽曲となっていますので、うん、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう。お待ちしております。続いてはアップアップガールズカッコ仮の映像をご覧ください。
3日に新宿レディで行われた公演からナイトフライトをご覧いただきました。このナイトフライトという曲はですね、6月の19日にリリースされる最新アルバムフィフスアルバムカッコ仮の中に収録されている楽曲なんですけれども、うん、すごい今までのアップアップガールズカッコ仮の楽曲って激しめな、ね、ちょっとゴリゴリなこういう感じのこういう感じの楽曲が多いイメージなんですけど、はい、今回のアルバムに収録されているこのナイトフライトすごい幻想的というか、そうですね、歌詞もちょっと大人な歌詞だったね、うん、振り付けとかも照明もライブの雰囲気もまたアップガのイメージとはちょっとガラリと変わった、うん、そんな一曲で素敵だなと思いました、はい、6月の19日にリリースされるフィフスアルバムカッコ仮にはさまざまなアーティストさんが提供した楽曲も収録されています。どうぞお楽しみに。続いては中島拓哉さんの映像をご覧ください。ふとした瞬間に君が顔を出すと、なぜだか優しい気持ちになれるんだよ。忙しい日々に追われてる時こそ忘れてたことを思い出させてくれる。田舎者だから何年経っても自分の町にならないけど、君が見えるともう少しだけこの街で頑張ってみようと思うんだ。だけど僕たちは一人じゃ寂しくて、敵な味方だといつも騒いでばかり。切なことをどう簡単に見失うことができる悲しい生き物。忘れてたことを
れさせてくれる。東京タワーという曲は、自分のアルバムのレンガの家というアルバムに、収録されています。今、またいろんな建物のおかげで東京タワーが見えづらくなったりはしてるんですけど、それを見た時に、まあ15歳で高校も受験せずに上京した自分にとっては、田舎者にとってはものすごく美しかったですし、東京だと思ったし、東京に出てきたと思ったですね。でそういう気持ちがずっとありながら、ある時こう仕事してて他の街に行く時にパッとビルとビルの間から東京タワーが見えると、なんかホッとする自分がいたりして、なんかそういう気持ちを歌にできないかなと思って書いた詩が今回こういう東京タワーっていう一曲に、なりました。みんなそれぞれ東京に出てきた人、それから東京に住んでる人も東京タワーに対する思いってそれぞれ違うとは思うんですけど、僕からするとね、やっぱり東京に出てきた田舎者としては東京に出てきた最初のなんかシンボルかなっていうふうに、思っています。今回はアプカミでお届けするライブ映像の特別編として、拓井さんの弾き語りで東京タワーをご覧いただきました。15歳で上京した拓井さんにとって、東京タワーはまさに東京のシンボルというか象徴のような存在だったそうなんですが、吉川さんは茨城県出身ということで、はい、どうでしたか、最初に東京に出てきて東京タワーを見た時は。いや、感動しました。私も東京タワー初めて見たの14歳の時かな、そう、なんかすごい東京タワーってテレビとかでなんか雑誌とかで見るのもすごい大きい存在だったんですけど、間近で真下に行った時に見上げた時のちょっともう存在感がすごいなって、すごいドキドキします。今でも東京タワーの真下に行くとドキドキしますもん。ドキドキ、なんか興奮するじゃないですか。あ、でも真下だと確かにすごい、そうかもしれないですね、どんな印象。私はでも結構ちっちゃい頃から、こう家族でお出かけとか東京にちょっと足伸ばして来たりとかしたんですけど、私千葉県出身なのでそんなに遠いわけではなかったので、なんかそういう、こう家族で行った時のこう思い出の方がこう焼き付いてるというか、なんか妹とかも赤ちゃんだったのですごく感動してたのも覚えてるし、なんかそういうのがこう、なんですかね、今東京でこうやって活動させていただいてて、なんか、あ、東京タワー見ると思い出すなっていうのもありますし、なんか結構、なんですかね、自分が大人になったらきっと、なんか今活動してる時のことを東京タワー見て思い出すんだろうなとは思います。そうだね、拓井さんのギターもかっこよかったし、そうですね、私は実は、ギターも練習していて、この間バースデーイベントでも初めて披露させて、弾き語りを披露させていただいたんですけど、なんか、なんですかね、私そんな拓井さんみたいにうまく弾けるわけじゃないので、コードはある程度もう独学 で、いや、教えてもらって、なんかギタリストの方に教えてもらいながらやってるんですけ どれどれ、こっちの手ですけど、どれどれ、触らせてみて、こっちの手ですけど、あ、見てください、ちゃんと豆ができてますよ。おかしいけど、すごい豆できてる、硬い、ちゃんとこう拓井さんみたいに弾けるようにしっかり練習しなきゃいけないなって思ったし、私も本当は実はね、拓井さんのギターいただいてるんです。あ、そうなんですね。私もツアーで一回やったのをきっかけでいただいてるんですけども、ちょっとね、ちゃんと練習しようと思った、今の拓井さんの映像を見て。そう
ですよ、もらったんだから。本当にいやギター弾けるライブってやっぱりかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。だからちょっといつか私もライブでまたね復活できるようにちょっと練習したいなと思います、はい、お互い頑張りましょう。お互い頑張って練習して上達したいと思いました、はい。中島拓司さんは6月から新しいツアーが始まります。今回のツアーは16ビートとのことですので、弾き語りとはまた違ったダンサブルな拓司さんが楽しめそうです。詳しい情報につきましては拓司さんの公式サイトをチェックしてください。お届けするのはアプカミ独占の映像です。今回はこちらの映像をご覧いただきます。その1音目から2音目のね間に隙間があるわけじゃないんだけど、なんかこう壁を感じたいんだよ。なんかその今こーみーでしょ、じゃなくこーみー、だからちょっとこう、うっすら隙間っていうかね、こーみー、そうだね、でもちょっと隙間あってもいいぐらいかもね。こーみーこーみーこーみーあげるの涙じゃなくこれまでのヒストリー。うん、2行目だけもらってみようかな。はい、結構息多めに吸ってから始めてヒストリーヒストリー、うん、やってみます。はい、これまでのヒストリー、うん、うん、まあ B 行きましょうか。はい、 1B。はい、手の中に握りしめ地図がくれるものはきっとゴールじゃない、いつだってスタートさ。うんうん、なんだろう、言ったら普通の地声で歌ってんだけども気持ちはオペラみたいなね。なんかその手の中にみたいな、こういう声で歌いたいんですよ。デルレルレーみたいなみたいなね。了解です、うん、気持ちいい。ちょっと一回やってみようかな。はい、手の中に握りしめ地図がくれるものはきっとゴールじゃない、いつだってスタートさ。はいはい、で今ねナイス手が欲しいんですよ。手の中に手の中に、そうだね、一回それで1行目だけもらってみるかな。はい、手の中に握りしめ地図がくれるものだ。あ、うん、ナイス1行目出た気がする。ちょっと待ってね。 Hey baby don't you まだ Hey baby ですよ、まだね。 Hey baby にしてですね。 Hey baby don't Hey baby Hey baby Hey baby don't Hey baby がワンブロックで、 B 以降がまたワンブロックみたいな。Hey baby don't you cry、 まだ Hey baby だな。 Hey baby don't you cry、 Hey baby Hey baby don't you、 そうだね、それぐらいでしたね。 Hey baby Hey baby、 口角がニコニコ。 Hey baby、 夜じゃない、いつだってならすか。 Hey baby don't you cry no more、 Now baby don't you cry no more、 何が見えたろう、眼差ししたままの思い取り戻す日のために、僕らは今また歩き出すよ。うん、そうしましたらですね、一番最後の行をもらいます。はい、僕らは今また歩き出すよ。Hey baby, don't you cry。 ステイする。あーみたいな。あー、じゃあそれ行ってみましょうか。
くさ Hey baby don't you cry no more No baby don't you cry no more 僕らは今また踊るかな。はい、うん。僕らは今また歩きだ。行けば。はい。バラとか、Hey baby don't you cry no more, No baby don't you cry no more。何が君のために僕らは今また歩き出す。うん、Let's get you back now。 あ、そうね、やってみましょうか。はい。 Let's get you back now。 うん、ちょっとオクターブやってみようかな。はい。 Let's get you back now。 一回聞きますね。はい。じゃあ一回ちょっとアドリブ行ってみるかだよね。どんな感じですか。ちょっとやってみていいですか。うん、うん、まあまあ何回かね、はい、うん、やってみましょうか。もう何が見えたろう眼差しの向こう。はいはい、あ、でも、うん、こんなノリこんなノリで、はい、はい、でも、何が見えたろう眼差しの向こう。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、レコーディング終わりました。今回の曲はそうですね、コットンクラブでライブする前のレコーディングは今日のこれが最後だったんですけど、やっぱりなんかこう、だいたいいつもダンスナンバーの方はここのスタジオで撮ってて、すごくすごい自分にないなんだろうな、テクニックとかなんかリズムの刻み方とかグルーヴの感じとかの指導をすごいここでしてもらえるので、なんかもうすごい歌詞カードにいっぱいメモしたやつはいつも持って帰って練習に必ず使おうっていう、ここで作品が一個出来上がる感じで、いつも本当に毎回勉強になるなと思いながらレコーディングをしてるんですけど、そうですね、この曲の印象はもうなんか他のダンスナンバーは結構なんだろうな、ちょっと音調とかマイナーな音というか切ない目というか、ちょっとなんかどこかに影がある感じの曲がまあまあ多いんですけど、この曲はもうスパーンとこうなんだろうな、幕開けというかステージでこう白いモヤモヤみたいながすごい足元にありそうな雰囲気というか、壮大な感じで歌えるといいなっていう、結構爽やかな歌ですし、なんか覚えてもらってカラオケとかで歌ったらストレス発散にもなるんじゃないかなと思うので、ぜひ他の曲とまた少し違った感じで皆さんにも覚えてもらって歌ってもらいたいなと思います。ということで、鈴木愛理さんのボーカルレコーディング映像をご覧いただきました。スタートアゲインという曲はですね、鈴木愛理さんのファーストソロアルバム、Do Me a Favor に、収録されている楽曲です。もう鈴木さんのすごい伸びやかというか、こう開放的な歌声がなんか魅力的な曲だなというふうに思ったんですけれども、なんか、なんですかね、今こう映像を見た感じ、こう私が今現役として活動している感じのレコーディングとはまたちょっと違った感じだなって思ったんですけど、吉川さんはどんな感じでレコーディングしてますか。私ですか。いや、ブースに入ってとりあえず練習しますって言って歌っ
はい、どんな感じなの？でも、なんだろう、あの、まあ、制作してくださったアーティストさん、まあ、はい、大森聖子さんだったりアカシックさんに最近はアーティストさんに、うん、あの現場に来ていただいてレコーディング直接していただくことが多いんですけど、あの誰々っぽい感じって、それこそ、うん、モーニング娘さんの OG の誰々先輩っぽく歌ってっていう、なんかそれって分かりやすいように、あの教えてくださるのね、私の場合はすごい分かりやすいです。だからいつもレコーディング、そうなんですね、でも難しいですよね、うん、レコーディング、なんかアドリブでこうやったりするのもこう、うん、最近ジュースジュースも増えてきたんですけど、うんうん、なんかそういうのもなんだろう、最初は大丈夫かなって感じだったけど、うん、なんか最近こうなんですかね、こうディレクターさんとの、はい、このなんですか、気持ちの感じもこう掴めてきて楽しんでできてるので、はいはい、あの面白いなって毎回私もレコーディング楽しみで勉強になっています。アプカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞお楽しみください。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回アプカミで取り上げるのはこちらです。父の日特集2018。今年の2018父の日はですね、6月の17日日曜日なんですけれども、今回はそんな父の日に贈りたい素敵な商品をご紹介いたします。Eラインナップモールのサイトでは現在父の日に向けた特集ページがオープンしています。このページでは食べ物、生活雑貨、健康グッズ、ファッションアイテムなどなど、お父さんへのプレゼントにぴったりな、あの様々な商品がピックアップされているんですけれども、今回アプカミが注目したのは PID のビジネスパック、オネストです。長い企画開発期間をかけ1993年に誕生した PID。このブランドではですね、使う人の個性、人格、ライフスタイルをバッグを通じて表現するというコンセプトにしているそうで、ビジネスはもちろん様々な生活シーンで使い続けられるバッグになっております。機能性、耐久性も抜群でですね、床に置いた際も形が崩れることなくしっかり自立するのも、便利ですということでね、バッグ崩れちゃいますからね、すごい使いやすそうな、バッグになっております。上品でありながらもかっちりとしすぎないデザインですので、スーツはもちろんカジュアルなスタイルとも相性が抜群です。A4 サイズに対応ですっきりとしたサイズ感ですが、荷物を細かく区別できるポケットや収納がスペースもたくさんありますので、ぜひ皆さん使っていただけたらなと思います。こだわりの強いお父さんにもとっても喜ばれる、そんなバッグです。ということで現物をご用意いたしました。こちらです。色は4種類ありましてですね、はい、今回はこちらキャメル色になります。うん、ちょっとこちらすごい、私も初めて見たんですけど、はい、すごいですよ。まずちょっと気になったのは、はい、まあ、こちらのパスケースはね、もう必需品ですよ。うん、もう改札入る前にパスがない、パスがないって言って、ね、もういつもね、私あわあわしちゃうんですけど、うん、こうやってパスケースだったり、あとここキーだったり、いろいろね、あのコインとかも入りそうです。すごいいいですし、こちらもショルダーベルト、うん、こちらいいですね、しっかりしてていいです。こちらが付属入ってまして、中もすごいんですよ。まずはこちらの前側、じゃん、見てください。こちらにはですね、まあびっくりしたのがペン差しが入ってるんですよ。見て、これいいよ、働くパパにおすすめ。これもうペンってさ、ね、なくなるよね。なくなりますね。もうバッグの底で埋まってない、うん、いつも私あわあわしちゃうんですけども。そうですね、いや、ペン差しもあったり、ポケットもここ、はい、2つついてたりとかして、うん、急な名刺とかね、挨拶するときとかに、ね、ここに入れといたらいいかもしれない。はい、他にも中見てみましょう。収納がいっぱいですね。収納がすごいいっぱい。サイバー気になるとこある？これがペットボトル入れ、うん、そうだとか、傘入れにもなってるので、すごい折りたたみ傘とかが入れられるのかな。ね、便利だなって思いますし、なんかすごいしね。そうだよ ね、これからの季節、うん、あとすごい広いんですよ、収納ポケットが。うん、何箇所もあるって、
私こういう家に住みたい。こういう家なんかバックなんですけど、なんかこういう家に今ふと住みたいなって、なんか収納スペースがあって、整理しやすいみたいな、なんかすごいきっちりとしてるんだけど、意外と中が、うん、あの収納スペースできっちり、男性でもちょっとね綺麗にまとまるような、はい、そんな機能性の、ね、バッグすごいいいですね。働くパパにおすすめなそんなバッグでございます。はい、すごいね、しっかり入るし、父の日のプレゼントにおすすめです。こちらの商品は、通販サイト E ラインナップモールの It アイデアのページでご購入いただけます。また E ラインナップモールのサイトでは、現在父の日を記念した特集ページがオープンされています。こちらもぜひぜひチェックしてみてください。今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました、アプカミ、残念ながらお別れのお時間です、うん、というわけで、はい、なんか久しぶりに多いんだ感じで、はい、あのトークとかしてすごい有意義な時間を過ごせたなと思うんですけど、うん、共通点がね、うん、なんとなく見つかった、うん、それこそ、はい、たくえいさんの映像でギターを一緒にやってるっていうのもそうですし、はい、うん、もうハロプロの大先輩矢口真理さん、はい、矢口さん大好き人間じゃないですか。大好き人間です、ね、どちらかというと私たち矢口組ですよね。矢口組です。矢口組ですよね。矢口組です。そう、なんでなんかすごいいろいろ共通点が見つかって、うん、はい、ちょっと今後またさゆべのことを深く知っていこうかななんて思っております。本当ですか。どうでした今日は。いやなんか、うん、こうなんですかね、ハロプロエッグとして活動してた時も、うん、私がこうだいぶ後輩だったので、うん、なんだろう、なんかちゃんとこうやってがっつりお話しする機会も楽屋とかでも全くと言っていいほどなかったので、ね、なんか あのすごい最初は緊張してたんですけど、なんかだんだんこのキッカーさんのキャラクターと、なんですかね、この明るい感じがすごく私の力抜かせてくれたなと思って、助かりました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そろそろ本当にお別れのお時間です。番組へのメッセージ、ウェブ番組新企画募集はこちらから。うん、待ちしてます。待ちしてます。今回のアプカミ、お相手は吉川優とジュースジュースの高木さゆきでした。さようなら。さようなら。